福井の旧車系 YouTuber ひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいただいていつも本当に励みになります。じゃあということで46年式のね4枚の箱スカ、ね、赤がねめちゃめちゃ目を引くんですけど、それだけじゃないんです。まあめちゃめちゃ有名車両なんでね、知ってらっしゃる方はピンときた方いるんじゃないのかなということでね、オーナーさんに詳しく聞きながら見ていきましょう。はい、すみません、オーナーさん、お願いします、はい、ということで、あのね、めちゃくちゃね、赤が目を引いて、しかもね、このね、シルエットですよ、Rカットしてないということでね、めちゃめちゃかっこいいんですけど、詳しく見せてください、はい、ということで、まずはフロントマスクから、こんな感じになってます。いかがでしょうか、小野さん。これね、はい、あえてチンスポとかもつけてらっしゃらないんですか。そうですね、まあ、あえてノーマルルックをねこうやってるんですけれども、ということで、ただね、ここにね追加のオイルクーラーかな、ついてるんですけど、これがねなんかちょっとやる気を感じさせますよね。ちょっと隠して隠してということでね、目立たないようにつけているということですよ。そしてね、この2000GT バッジなんですけど、これ本来は青ですよね。でね、これが赤く塗られてるっていうのはね、まあ、理由があるわけですよ、まあ、その辺はね後々ということで、サイド周り行きましょうということで、こういう感じのね、はい、造形になってますよ。やっぱりね、箱スカのここのカクッとしたところがねかっこいいですよね。そしてね、オーナーさん、こちらホイールなんですけど、はい、渡辺入ってますが、はい、これは何 J か分かりますか。8J の R タイプということでね、はい、こちらね 1955ZR15 ということでね、これ ZR ってつくのはね、あのめちゃめちゃアウトバーン対応のね、高速で走っても大丈夫だよっていう ZR って記号なんですよね。はい、めちゃめちゃいいタイヤで入ってますよ。知りませんでした。あ、そうなんですねはい、たまにひでチャンネル、あの勉強になること言いますということで、ね、黒く塗られたね、砲弾ミラーが装備されてますが、これノーマルではないですよね。これは Z からのね、流用ということでね、これがね、ちょっとね、走りを意識した、ね、ところが、ちょっとずつ垣間見える感じかなというふうに思います。そして、ね、サイド、こういう感じになってるんですよね。あ、いかがでしょうか。ね、なかなかね、もう4枚の箱スカでもアルカットしてないっていうのはね、結構球数少ないんですけど、オーナーさんね、僕気づいちゃったんですけど、これカットはしてないですけど、加工してありますよね。加工してありますね。これ上から見るとね、わかるかなと思うんですけど、若干ね膨らみがあるんですよ。で、なぜかといえば、やはりこのアルミホイール、これリアは何 J なんですか。 8.5J ということで、これはもう R タイプ、 R タイプです、ね、ということでね、入ってますけど、タイヤサイズ 1955ZR15 インチということでね、まあ、15インチのね 8.5R タイプを収めるにはね、ノーマルのフェンダーでは若干無理があるということでね、こういう感じで、ね、膨らみが分かるでしょうか。若干ね、ブリスターぽい感じになってますよ。さあ、そしてリア周り行きましょうということで、はい、こちらもう後ろはね、もう安定の箱スカのリアですよね。もう完全にね、ちょっとモディファイされてるなって思うのは、やっぱりここの GT バッジが赤くなっているというところでしょうか。あともう一つ、もう一つ
バンパー、バンパーの、はい、上がない。なるほど、これを加工してあると、はい、ね、めちゃめちゃ綺麗に、ね、仕上がってますよね。ですよ、44年式のバンパー、はいはい、に似せているという感じなんですかね。なるほど、そういうね細かいこだわりがね、僕は全く気がつきませんでしたが、もともとはあったということでこういう感じになってます。そしてね、オーナーさん、マフラーなんですけど、結構太めのデュアル、そしてフレアになっているねマフラーなんですが、これはどこかのマフラーなんですか？これはあの近所の人のお下がり、はい、あ、近所の方からのお下がりということで、 GTR つけとって、はい、50杯が太すぎて、はい、抜けないんで、あ、なるほど、なんでお下がってきたと。なんかオリジナルで作ってもらったらしい。あ、なんでワンオフマフラーだったっていうことなんですね。はい、なんでねこういうフレア形状になっていてステンレスで非常にねレーシーな、ね、マフラーとなってます。さあ、そしてねこちらねリアガラスなんですけど、小田さん、これ白ガラスに変更されてるんですか？いや、これはあのブルーガラス。あ、ブルーガラス、あ、熱線がない、熱線ないブルーガラス、ブルーガラス、フィルム、フィルム貼っているということなんですね。そしてね、あのね、これおそらく元はね BOSE のスピーカーだと思うんですけど、ね、前と後ろを削ってまさかのこの OS となってる。この辺でちょっとねピンとくる方はいるかなというふうに思うんですけど、ね、お楽しみはもうちょっと取っておきましょうということで、オーナーさん、室内の方を見せていただいてよろしいでしょうか？ありがとうございます。ということで、はい、こちらが46年式ハコスカの内装となってますね。安定のね、はい、黒いね内装色、そしてねこちらにハンドルがついていてノブ、そして三角窓となってます。さあ、気になるメーター周りどうなってるんでしょうかということで、こういう感じでね、はい、メーターナセルにねしっかりと収まってますけど、若干ね中の計器類が変わってたりとか、ビルトインでね変わっているところがね、これはね必要だから変えてるんだと思いますよ。はい、センターコンソールなんかこういう感じで、あれですか、オーナーさん、これエアコン付きなんですか？クーラー付き。クーラー付き、はい、ね、まさかのクーラー付きということで、夏場でも効きますか？効きます。効きますということでね、羨ましい限りです。あ、高速道路だね。ある程度回転数がこの当時は必要でしたからね。はい、コンプレッサーの関係でね、回転数がある程度上がらないとクーラーのスイッチが入らないんですよね。さあ、内装はこういう感じ。天井もね、非常にいい状態保ってます。そして、オーナーさん。ね。こちらシートなんですけど、これレカロ2脚入ってますよね。これレカロやっぱ座り心地いいですか？いいですね。純正シートと比べたら。ね、もう純正シートなんてね。あれですもんね、もうシートへたっちゃってて、ね、当時の乗り心地ではないですからね、はい、夏場に暑くならないんだ、ビニールが焼けて、そういうことなんですね。冬場も抜くし、なるほど。ということでね、このレカロが2脚入っているのをね見たところで、小田さん、エンジンルーム見せていただいてよろしいでしょうか？いかがでしょうか皆さん、こちらのエンジンルームね、勘のいい方ならお気づきになられたと思いますけれども、小田さん、こちらのエンジンは何ていうエンジンが乗ってるんですか？ TC24 ということで、これが何機目なんでしたっけ？これが20機目。20機目ということでね、はい、もう美しすぎますよね、この辺。いかがでしょうかね、せっかくなんでね、反対側からもね見てみましょう。はい、こういう感じになってますね。はい、こだわりのねウェーバー、これは何倍のウェーバーが入ってるんですか？48です。48ということで、まあ、ソレックスでいうところの50倍というやつですよね。あのね、レース屋の方はね、皆さんほとんどがウェーバー使ってたんですよね。僕ね、あの草レースを見に行って、おーっとびっくりした記憶があります。で、なんといってもね、このね OS のこのねスインカムのタペットカバーが非常にいい感じです。それではオーナーさん、ちょっとエンジンかけていただいてよろしいでしょうか？おー、
小野さん、吸気音聞かせてもらっていいですか。めちゃめちゃ軽く吹き上がります。それではね、マフラーの音も聞かせていただきましょう。お願いします。ありがとうございます。あのね、もう一度ね、エンジンに戻って、はい、ということでね、はい、OS がね、TC24 が入ってるんですよね。あのね、やっぱエルメカのそれなんですけど、音はね、音質はそうなんですけど、やっぱりね、回転の上がり具合がね、全く違いますよね。まあ、バシッて決めてあるエンジンだったら分かんないですけど、さすが OS ということでね、非常にいいものを見せていただきました。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントや応援メッセージなんかいただけると本当に喜びますので、ぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。いやー、これはね、ある種憧れのエンジンですよね。小野さん、ありがとうございました。バイバイ。次紹介されるのはあなたの愛車かもしれませんよ。ありがとうございます。一回あのタコメーターが上がるところも撮らせてもらってもいいですか。あ、いいですか。ありがとうございます。ということでね、まさかのね、OS ツインが積んである、デフィの、はい、純正対応のやつ、一番書いてる、あ、これ、なるほど。え、はい、なんていうメーカーですか。ピポット、ピポット、ピポットっていうメーカー。がこれがあの GTR 用を持ってきてるんじゃなくて、この社外品の今のステッピングモーター、正確なやつってことで。なるほど。お、すっごっ。やべえっすね、全然ちゃうこのアクセルタッチですからね。もうあれですよね、オーナーさん、これレスポンスで言ったらバイクですよね。もうそれぐらい本当にいいですよね。リターバイクみたいなね。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいわ。いや、でも全然すごい、このレスポンスすごいっすね。はあ、素晴らしいです。いや、いいもん見せてもらってありがとうございました。本当に他なんかやってあるとか、ミッションは何が入ってるんですか。 71C、あ、71C、 シルビアの、あ、シルビアの 71C のターボ用、はいはい、だから結構丈夫やしっていう、ね、の OS の酸素袋です。あ、はいはいはい、あ、中身も変えた。え、 OS の酸素クロス、これ酸素なんですか。これ5速だけど、酸素、はい、酸素まで、あ、酸素までクロスしてある。あ、だから高速も5まで入れてやればもうさーっと巡回できるみたいな。100キロで2000回転すごい、なるほど。ローで引っ張ったら方70万円。ローで、はあ、いや、でも本当にいいもん見せてもらいました。またあの個別で、あの別の機会にもう一回撮らせてもらいたいぐらいです。あ、分かりました。はい、ぜひその時は試乗もしてみて。あ、これは貴重な経験させていただけると思います。
パソコンでご覧の方は画面左側、スマホでご覧の方は画面右側をご覧ください。ヒデチャンネルの公式グッズがご覧の動画の下から購入できるようになりました。